ススポンラジオ本番直前です。はいはい、そうですね、そうですね。私立花祐介は明日は、まあ、今日収録が13日なんですけれども、う、うん、もうお盆ですね、うん、14日の稽古を、はい、最終稽古といたしまして、おうおうおう、15日小屋入り、はい、16、17、18と少女探偵彩香が、はい、恵比寿町は、デンデンタウンのインディペンデントシアターファーストで、うん、行われるわけです、ね、いきなり告知から入るというか、はい、なかなかパターンでございますよ。前日には何もしないの？前日はね、はい、小屋入りというただ劇場に泊まるんでしょ？泊まりません。あ、違う、泊まりません、まあ、イメージとしてはなぜ泊まらねばいけないのか、なんかそんな合宿感あるんかな、合宿感、みんなで一致だけ、それ楽しそうですね。それはね、東京ツアーとかしたら、そのホテル代を浮かすために劇場で寝泊まりとかしますけど、帰れるからね、ああ、まあそうですね、休もうよっていう、あ、前日はもうしっかりみんな休もうねって、まあ、それはそうですね、睡眠って大事ですね、本番に向けてやっぱり体は休めようねっていうとこなんですけど、まあ、前日っていうのは前日、まあ、前日その現場によっては前々日2日仕込みという、俗に2日仕込みと言われるものであったりして、まあ仕込みというものをね、うん、するんですよ。要はセットとか、そうです、ね、だ劇場設営ですね、簡単に言うと、はいはいはい、まあ、舞台を、うん、まあ、セットがあるなら舞台セット組んだりで、うん、照明機材を置いたりとかね、そうです、釣り替えてどうするとか、はいはい、音の周りを、音周りのチェックとかして、そういうのって明日の最終リハでは使わないの？明日の最終リハではだからまあ、その照明はまずできないよね。あ、できない、だって稽古場だもの。ああ劇場ではやらないもの。あ、劇場では、そっか、そうですよ、劇場は直前までにしとかないと、借りるお金も、うん、そうなんです、借りるお金も最小限にしとかないといけないから、その予算によって変わってきますよね。あ、なるほどね、うん、だからまあほんまに明かりが当たって、うん、その生のその 大音量って、まあ、稽古場ではだからちっちゃいスピーカーとかで音出してもらうけど、ちゃんとした音が入ってみたいな、セットを組んでみたいなのは本当に劇場直前までわからないわけですよ、ね、だからといってやらないんでしょ、前日には。やりますよ。あ、やるんですか。いや、だからその投資で1回ぐらいはやるんです。投資で1回ぐらいはやります。あ、やっぱりやるんや。まあまあ現場によって、だからそのもうとりあえず、まあ、スケジュール的に今回はまあ前の日、うん、次の日もう15時から開演なので、はいはいはい、前日に投資1回 やるっていうスケジュールが組まれてますけれどもね。うん、なるほどね、まあ大変ですよ。なんならだからその仕込みからの初日が一番大変なんですよ。あ、バタバタするんですよ。疲れ切って疲れ切って、そうそう、もう朝から仕込んで、そのバータリってそのきっかけ合わせをしてからの投資稽古し、まあ、はいはい、いろんなね、ゲネというね、リハーサル決まり事がありますからね。なんやねんお前、違うんすか、知ったかかお前、決まり事がありますから。決まり事ってなんですか。例えばこの先に照明がつくのか、先に音が鳴るのか、先にセリフを言うのかっていうね、いろいろあのきっかけ合わせみたいなね、ありますでしょ。放送業界にもありますから、それはそれ一番大事ですから、場当たりがね。生放送は絶対やりますから。あ、そうですよね、そうそうそう、それと一緒ですよね。そう、一緒ですよね。ほんま直接使ってますね。え、実は声全然やな、もう、あ、ほんま、もうカスカス、カスカス、ヘトヘトですね。あ、そう、全然そんなつもりないねんけどな。高音はほとんど聞き取れない。あ、そうですか。あ、そこは老いからじゃなくて、もう好きそうみたいな。そうそうそう。周波数何？カステル。あ、俺の耳か。そう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 、俺の耳の問題じゃない。ちゃうよ。あ、そうですか。先週と明らかに違う。いや、まあまあ今日はですね、ちなみにあの少女探偵彩香の方ではなく、ではなく、エヌトラの方の稽古が、うん、お昼の2時から、夜の10時半までみっちりと、なかなかの、なかなかのリハをね、やってきましたから、そっちの疲労じゃないのかな。あ、そうですね、間違いなくそれでしょうね。売れっ子は大変やな。いや、そうですよ、掛け持ち掛け持ちですから、もう二股三股みたいなもんですよ。いや、そうなんとね、スイッチ入れ替えれんの。まあまあその、うん、あれですね、完全に切り替え切らないっていう、完全に切らない、若干彩香バージョン、彩香乗りでちょっとだけこっち寄りみたいな、ほうほう、 N こと彩子、彩香か、なんだお前。
なんだお前なんなんそういうスイッチがあると。あ、そうですね。だからまあまあ本番近い本番の方にシフトを大きめに取りつつちょっと余力で稽古するみたいな。ああ、なるほどね、なるほど、ね、うん、そんな感じです僕は。ストレート待ちながら変化球に対応するっていうやつ。それでいいんですか。 それでいいんですか。だから 人によってはバチバチ切り替える人もまあおるかもしれないけど、僕はもうそれは無理なので。おお、なるほど、ね、比重はちゃんと今やるべきことに比重を置きつつ、その余力で他のことをするというシステムを組んでおります。あ、そうですか。はい、はい、いよいよですね。じゃあ、そうですね、うん、あのチケットの方がね、あの結構余っているそうで、あの今からでも遅くないんでぜひ見ていただきたいと思います。はい、週末でございます。はい、というわけで、はい、始めましょうか。はい、はい、立花雄介と AD 武田のすっぽんラジオ。この番組はスタンドフラワーメソンデ K の提供でお送りします。というわけで、はい、まあね、はい、猫が、お皆様お待ちかねの猫の話をしようかな。でもね、みんなのね期待を裏切ってしまう、全然面白くない話なんですよ。あ、そうですか。あ、そうですか。増えずか。普通やねん、もう。あれ以降見てないねん。え？そうなの。うん、もう全然猫見てないんですよ。え、本当ですか。うん、だから出てったんちゃうかなと思う。あら、普通に。うん、そうなってくるとうちの猫知りませんかってなってくる。うちのタマじゃない。うちの、もう名前決めてるんですか。タマにしてるんですか。あ、違いますよ。あの、なんかアニメ作品の今タイトルを言ったんですけど、え、猫創作しますか。そういうことになりますよね。そうなってきますよね。灰色です。灰色です。灰色です。ああ、そうですか。はい、あの、この界隈にいるだろうと。うん、そうですね。はい、まあ、天山界隈かな。天山界隈ね。住所見るとあかんあかん。ああ、そうですか。うん、灰色でね。まあ、灰色の猫を、まあ、お見かけした方がいらっしゃいました。おお、声はどんな声なんですか。声はね、聞いてないね。聞いてない。うん、泣かないのかな。あ、そうです。もしかしたらもう焼き切れてるかもしれないね、喉が。じゃああれ以来、もしかしたらじゃあ、あの倉庫の奥の方に挟まってるかもしれないですね。そうやな。ああ、出てくれない。増加ねな。ね、おじが湧いて。やめてください。やめろお前。一番今あったかくて一番湧きやすい時期やんか。まあまあでもよくありますよね、ビルとビルの間にスッとこう猫がこう挟まってる。そうそうそう。ああ、あるね。なんかみんなで捕獲しようっつって、ニャーニャー言うんで。まあでもそれやったらニャーニャーぐらいは言いますよね。そうなんだよ、言わないんだよ、ニャーニャー。ということはですよ、はい、家出ですよ。思考に走ってるわけですよ。ああ、そうですか。もう嫌だっつって、こんなとこ出られるかっつって、帰ってこなければいいんだよ。新しいを見つけなさいよ。そう、神社の軒下にでも住みなさいよ。一番居心地いいところ。そう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 。そう、ほんでさ、先週その猫の話の時にね、うん、あのタッチがその風通しよくするためにさ、あのドアの U 字のロックをかけつつ、まあ、寝てるってあって、この前フェイスブックかなんかの動画に載っててんけど、はあ、あれ紐一本で開くねん。え、めっちゃ怖いで。紐一本、紐一本で、あのね、シュシュシュスポンみたいな、 そんなマジックみたいな、あの手品みたいな、うん、もう普通に誰でもできる。マジで、うん、やべえ。え、そんな簡単に開くんですか。開く。動画で出てた、 YouTube に。やべえ、うちの、まあ後で見ていただきます。うちの外から、もしかしたら紐一本で、紐一本で。でもね、もうでもな、外から紐一本で開けられたってことは、うん、中におるからめっちゃ怖いよ。だってあれかけてる時って外出中なわけないやろ。ああ、まあ、そうですね。絶対中におるってこと。空き巣じゃないからね。空き巣じゃない。入り巣やからね。開いてないですもんね。強盗ですよ、完全に。殺されるでしかないからな。そう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 、その場合は。だから緊急時ですよね。中で鍵を閉めたまま、うん、まあ、寝ちゃったり、なんかまあ気絶しちゃったりとか、うん、そういう時に助ける時に紐一本で助けられるぞってことですね。まあ、よっぽどの場合やけどな、U字ロックかけたままちょっと半空きってなかなかないから。まあ、いや、でも合鍵を持ってって、こう、あーっていう、あーみたいな。はい
俺たまにあるもん、朝帰ったらガチャえってそれは締め出しというやつですよ。あの一番下の子がなんか遊んでて締めたみたいな、勝ち悪いですねそれね、あららやめてって恐ろしいですね。あそうですか、うん、うん、まあじゃあどっかに行っちゃったかもしれないということなんですね。そうだね、あまあもうでも、まあ、もう僕は最近もう暑さにかまけてもう無理だと思ってクーラーをかけ始めました。あまあそっちの方がいいと思いますよ、やっと、はい、ほら立花さんの猫の話盛り上がれへんからツイキャス一人減ってもった、あらららららそれはね、まあ別にいいですよ何もいけないんだじゃあもっと面白い変な社長の話する。お変な社長、なんか変な社長、あのね、うち僕はまあアルバイトをね、ちょいちょい、まあまあ、あのデザイン業だけでは食っていけないからアルバイトもしているんだけれどもですね、はいはい、そのデザイン業だけではって役者や、あ役者業もやっておりますついつい忘れがちなね、趣味か、ですね、役者趣味役者趣味じゃないです役者本業、私は趣味かもしれない、あそうや、これは趣味で、ちょっと忘れてたね、今日俺昼間何してたの何してたのかな、うん、まあまあまあいいんですけど、はい、そこでですね、まあ、アルバイトで、まあ、パチンコ屋さんをね、うん、にちょっとちょいちょいと行っとるわ、お手伝いをさせていただいているわけですけれども、そこのパチンコ屋さんがね、別の店舗ももう1店舗持ってるとあって、でそこにはこうカラオケ屋さんが併設されてて、はいはいはい、でまあ今度淀川の花火で人がいないからちょっとそっちを手伝ってくれないかと、あ忙しくなるだろうからという話になってね、でまあまあで、まあ、人がおらへんねんって、そっちの方が全然人がおらへんからちょっとその日だけじゃなくて、まあ、ちょいちょい手伝いに行ってくれへんかなみたいな話をされて、あいいですよ別にそれは、うん、まあ、みんなた、僕がいてるところはみんな地元の子ばっかりやから、うん、別のところに行きたがらへんから、あなるほど、ね、僕はちょっと離れたところからで、どっちも同じぐらいの距離やから、うん、まあ、全然いいよっていう話をしてて、うんうん、ただまあ僕舞台とか別の仕事もしてますから、そんなガンガン入れないですよっていう話をしてて、うん、でまあその花火大会の日に、まあ、手伝い、まあまあいいですよっつって、うん、まあまあでまあ6時までやんねんけど、うん、僕も次の日あるから、うん、ちょっとまあできれば終電で帰れたい、帰れる方がいいぞと、はい、なんか、どういうこと、6時まで、朝6時まで、朝6時まで、まあ、カラオケ屋さんはオープンしてるけど、併設してるカラオケ屋も経営してるってこと、そう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 カラオケ屋の方に行ってくれってこと、ね、まあ、手伝ってくれパチンコ屋やってからのカラオケ屋に行ってくれみたいな、パチンコ屋が11時に終わってからそう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 カラオケ屋に行ってくれみたいな話になってて、で両方一人やねん、はあ、カラオケ屋もパチンコ屋も入れる人一人しかおらへんその日、はあ、でまあ僕が行って、まあ、3人で、まあ、14位 1位やねん、バカじゃない、もうその時点で開けてる時点でバカやねんけど、でそのってくれっつって、いや僕でもその日次の日もありますし、できれば終電で帰りたいっていう話をして、うん、いやでもできれば3時ぐらいまでって、じゃあ宅台出してくれよって話をして、ああ、ね、いいですよって、宅台分かった、宅台出すわって言って、うん、あ宅台出すわの前や、でまあまあ宅台出してほしいですけどねって、うん、うん、そうかでもな、できれば3時までの終わってから全然店で寝てくれてもいいから違う次の日やるって言っての聞いてたってなって、いやいやいやと、俺は帰るって次の日帰るからっつって3時までで宅台出してもらって回しててんけど、全然ね人の話を聞かないんだよ、社長がね、はい、うん、でこんで、まあ、回したんだけれど、はいはいはい、僕2回目なんですよ、そのだから、うん、知らないやんカラオケ屋のノウハウを知らない、1回そのピークの、ま、花火大会の日までに1回だけ入ったのよ、とりあえずシステムが分かるために1回だけ入って、ね、でまあいざ行ってみたら、パチンコ屋まず入ってました、はい、じゃあ花火大会中止になったじゃないですか、なりましたね、だからね、上のピーク、そのカラオケ屋のピークが早かったんだ、ああでもやばいぞっつってなって、カラオケ屋にまずはた助けに行くと、はいはいはい、でも一人ずつってことは下パチンコはゼロになるの、うん、だから僕入れて全部で3なんですか、ホールで3 1-1-1なんですね、そう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 、マジでそうリベロ、リベロ俺リベロ
行けるだと、どっちでも行けるだと、マジでそれすごいやろ、やばいところに行けと、うんうん、ピンチのところに駆けつけろって、はいはい、かっこいいじゃないですか、かっこいいやろ、でまあいいんだけど、まあ、かっこいいんだ俺、いやいや、そこ膨らまなくて、そうなん、そこそんなに膨らまない、でね、まあ助けに行ったらもうそっちパンパンですよ、まあまあ、パニックですよ、ね、もうそこで2年勤めてるバイトの子であろうと、もういっぱいいっぱいですよ、まあ、普通に何部屋ぐらいあんのよ、ね、20何部屋、マジで結構でも止めてて何部屋か止めててんけど、ああもう限界なんで、でもそれでももうガンガンそのね来るんですよ、ドリンクは通るわ通るわ、フードは通るわ、でも僕も分からへんからね、フードとか作られへんからパンパンからわーって回し、まあとりあえずなんか回してて分かるなりに、逆にちょっとだから自分なりにやったから向こうにはご迷惑をおかけしてたかもしれない、同性を邪魔したりとかしてたかもしれないけれども、まあ一生懸命回して回しててんけど、僕今日10時までなんですよって言われて、その元から入ってる人、そう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 、2年やってるチームの人が10時までですって、ああそうなんですかと、僕ももう3時までです、で10時から今日初めて入るっていう子が来ます、初日の子が来ますと、来ますと言われて、はいはい、で12時から深夜のベテランが来ます、来ますと、おじゃあこの10時から12時の2時間っていうのはどういう感じになるのかっていう2回目と1回目が花火大会のピークを回すという、もう意味がわからない、なんだこの店っていう、いやってね、そもそも花火大会がもし実施されたとしても、その10時から12時は一番忙しい、そうですよ、逆に花火大会が終わって、うわーって駆け込む時間なんですよ、もうなんなのこのどういうことになってるのってなって、あ分かった、とりあえず、うん、分かった、とりあえず10時までになんとかもうフードとか出さなくていいんでっつって、2階と3階、だ1階がパチンコ屋で2階と3階がカラオケ屋だけど、3階も全部止めてくれていいんでみたいな感じで言われたけれども、もう無理だとなって、まあまあ、もううわーってなって、もう初めて来た子も来て、でああもうブワーってなってる時に10時に来て、はい、初めてなんですけどみたいな感じでうわーなってんのに、そのベテランの子が、うん、じゃあちょっとタイムカードをここで書かなあかんからみたいな、押さなあかんからって事務所の方行って、ああ一人やってなって、で出てきたら初めての子全然制服とか着てなくて私服で出てきて、制服用意されてなかったっつって一人はカラオケ屋の服着てて、一人はパチンコ屋の服着てて、一人は私服やで、なんだっ、ね、あーと思って、なんだこれと思って、うわーっつって、でもう10時来ましたと、でももう無理だと、でも僕 も, そのもうベテランの子 も, そのもう無理、見ぬに見かねて12時までなんとか残るように、ちょっと次の予定にも掛け合ってくれて、なんとか12時まで残ってくれて、そうじゃないと無理ですよね、そうそうそう、もう死ぬかと、もうありがとうっつって、ぐらっつって回して、はいはい、12時の子が来てくれて、まあまあ、でじゃあちょっと落ち着いた、11時に落ち着いたから、ちょっと僕はタクシーをね呼ばなきゃいけない、3時に、ね、帰らなきゃいけないから、でまたちょっと郊外の方なんで捕まらないようにとか、まあそれは電話で呼んどいた方がいいですね、そうそう電話で呼んどいた方がいいっつって、まあでまあまあカラオケ屋さんなんで、こうタクシー会社が5件6件、ね、ちゃんと登録されてるから、まあ、プルプルっつって、ちょっとどこどこなんですけど、3時ぐらいに予約したいんですけど、あその時間帯ちょっと走ってないですね、そうですか、会社によってはそんなこともありますよ、マシマシっつって、あその時間帯走ってないですね、まあまあそういう会社もありますからね、あもしもしって、あちょっと待ってください、ちょっと調べてみます、来ました来ました、ご経験あるから、その時間帯はですね、10分ぐらい前に、行けるかどうか連絡を差し上げるということでしょ、それ2時50分ってことですかって、あもう電車ない時間ですよねって、あすいませんちょっと無理ですって、行くのもう全部無理、ああ5社ともだ、あ帰れないよボガーってなって、もうだってでも12時になってるからね、もう終電もないわけだから、これどう、僕はもう帰れないぞとなってしまいました、はい、もう僕はね、それはもう初めから社長の作戦やったんちゃうの、もしかしたら、ね、もしかしたら分かってる、分かってるやろ、ここタクシーないのこの時期地域っていう、
ああ、そうですか。次の朝僕はね、背中にね、無数のジンマシンが出ました。せっかく治ったのに、ちょっと止まってたジンマシンがブーは出て、せっかく治ってたのに、もう背中半分ぐらいもう腫れて、カイ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 ってなって、うわーってひどかった。もうそれで一本映画作ろうよ。まあね、できるできる。もうあの会社にね、何にもね、貢献しない。ほんでそれが終わったんが、まあまあだから先週の週末やわな。そうですよ、ね。なんその社長からねぎらいの言葉なりなんなり。何にもありませんよ。うん、あ、ありました。電話がありました、次の。おうおうおう。その当日には電話とかないの？その当日には電話ないですね。ないの。はい。で、まあ次の日ぐらいかな、当然電話がありまして、16日と17日にバイトが一人もいないんだと、橋本君入れないかなって電話がありまして、16、17日は本番なので無理です、ガシャッつってバーカッつって、一人もバイトがいないそうですよ。なかなかですね。社員は何を？社員はね、いないんだ。いない。多分ね、社長とバイトでしか回してないね。パチンコ屋もカラオケ屋も。なるほど、ね、もう一軒のパチンコ屋も、うん、3店舗、うん、もう社長がね多分ひどすぎてみんな辞めてないと思う。そりゃそうやろ。そうですね。だから店長、まあ、店長不在ってことですね。そうですよ、まあ、社員の、うん、もう全部バイトが回してる。シフトリーダーといいますか、うん、へえ、すごいよ。すごいっす、ね、めちゃくちゃ。あ、そう、うん、それはすごいな。で、ね、とうとう16、17日はね、時給が倍になるから入ってくれっていうことになってるらしい。じゃあ待てば待つほど値段が上がる。そうそうそう、ちょっと引き上げていこうっつって、まあまあだからこれ交渉術ですからね。土日か行こうかな俺、すごいよ。へえ、夜の時給はだから1800円ぐらいになってる。おお、倍でも1800円か。なかなかですよ。でも1800円か。まあアルバイトっていうとね、いろいろありますからね。いやー面白いね。ねえ、めちゃくちゃすごい ね、 ね、うん、え、社長ってアホなんや。アホやと。アホなんやな。うん、アホやね。いくつのアホなん。え、多分ね、アルバトミー52、3のアホ。いや、そんな若いんや、うん、マジで若いけどアホやで。アホやな、うん、どうやって社長になったのかが一切分からへんけど。いや、それは親のあれついてんじゃないの。多分そんなんやろな。世襲やろっていう。で、だから全然こう人とのコミュニケーション能力もないから、おはようの一言とすら言われへんねんで。ああ、そうですか。そう、朝なんか来ても、その社長自身は何をしてるんですか、仕事としては。知らん。そのバイトをとにかくかき集めるっていう仕事。そうじゃ、そんな仕事あるか。人材派遣会社やけど。そうか、そおもろそうやな。めっちゃおもろい、そこの会社と乗っ取ろうぜ。なんか、ね、穴ありすぎて。穴ありすぎて、なんかつつけばね、叩けば出てくるみたいな。いや、ありますよね。うまいこと取り入ったらすぐ取れんじゃん、そんな、うん、ほちょっと考えようぜ。急に乗り出しましたよ。悪い匂いしたらすぐ、ちょっと今金の匂いしたから。行こう行こう、ちょっと俺の人脈使ってちょっと、ああちょっとやっちゃおう、やっちゃおう、バスとやっちゃおう、やっちゃおう。それは後でちょっと説明する、うんうん、あ、そうですか。、うん、なかなかなことしましたね、今週もね。面白かったね、今週は。それぶち切れたりしないですか。え、こうおいっつって。いや、もうぶち切れるよりね、もうスッとね、遠くで見と、あの見ながら滅んでいくのが楽しい。ああ、なるほど。いや、でも遅から早から滅ぶぞ、絶対。いや、絶対もう滅びかけてるから、もう完全に。ああ、そう。いや、それいいわ。面白いじゃないですか。え、パチンコ屋さんってお客さんいてんの？ね、まあ30人ぐらいかな。あ、でも30人もおんねや。それすごいですよ。儲かってますよ、パチンコ屋は。朝から並んでますよ。並んではいないけどね。30人が1人1万円使ったら30万でしょ。1日30万やからな、まあ、どんだけ買い出してるか、出してるかにしてもさ。あら、そう。いや、面白いっすよ。面白いな、ちょっと金の匂いしてきた。それいいことだ。いいお話。当たってるほどね。電波に乗せない。乗せれない話なんでね。そうですか。でございました。私は私。まあ、アルバイトということですけどね。だから、変わったアルバイトを結構してきたんですか、今まで。僕ですか。いや、そんなことないですよ。
あ、本当ですか。あのメソンデ K っていう飲み屋で働く。ああ、そっかってますね。あとメソンデ T っていうの。メソンデ T っていう飲み屋でも働いたことありますね。乗っ取ってるじゃないですか。僕の T じゃないです。あ、違うんですか。別の T。 うちの社員のテラフチ君っていう、ああ、いらっしゃいまして。なるほどなるほど、うん、テラフチ君の T です、ね、あ、そっちの T でございますか、うん、そうそうそう。ああ、なるほどね。幻のメソンで T がね、 T です、はい、ありました。高筋本町にあったんで、ね、あったんです。そういうことなんですね。そうそうそう、僕ランチをお手伝いして。ああ、されてましたね、一時期。もう2年ほど前じゃないですか。いやいや、何年前さ、もっと前ですか。もう3、4年前だ、ね、なんか境筋本町で働いてますみたいな話は聞いてましたよ。ランチ食いに来いよ、おい、みんなおいでよっつって。もう3、4年前ですよね。ねえ、ありましたね。いろいろありますよ。いろいろ。3、4年前やったら K ないじゃん。あるよ、うちも5年目やで。あ、そうか、5年目か。そうやで。せやな、向こうの店の前時やもんな、移転する前やもんな、こっち。もう3年ぐらい前です。おお。武田さん、なんか変わったアルバイトしたことあるの？いや、僕はあのスポーツジムの、この子やからな、スポーツジムの、はい、あのトイレ掃除をやりましたよ。なんなんすか？朝、あの開店前の、うん、あのお風呂とトイレを磨くっていう、うん、朝。あ、それだけの仕事？え、だけの仕事です。へ、ダスキンさんみたいなもんですよ。そんなんだっておじいちゃんとかがする仕事じゃない。そう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 、おじいちゃんとおばあちゃんと一緒に俺大学生の時にですね、フレッシュが来たと、フレッシュマンが来たと。それは何なん、そのバイト情報雑誌とかを見て。そうですそうです、あの家の近くにですね、うん、スポーツジムがありまして、うん、まあ、そこで僕はですね、あの爽やかに受付をやるもんやと僕は応募したわけですよ。ああ、なるほどね。これも受付をやりたいと、うん、まあ、やりたいというか、まあ、近いんでね、そこやりたいと思って応募したら、なんかゆくゆくよく見るとあの受付の人は白いすごく爽やかなポロシャツを着てるわけですよ。ああ、うん、私はなんかあのグレーのね、あのちょっとくすんだ色のやつをポッと、作業着てきた。そうそうそう、それをポッと渡されて、これを着なさいと。ああ、なんかちょっと仕様が違うわけですよ。なるほどね。あれと思いながら、うん、よく横を見てみると、まあよく磨きなさいと書いてあるわけです。君は男子担当だと。ああ、おばちゃん、ね、おばちゃんがまたねうまいんですよね、掃除が。ああ、だから男子はどんどん汚くなるわけです、僕がやるから。ああ、勉強しなさい。どんどん下がる。いや、あのね、勝てない、勝てないぐらいすごいんですよ、おばちゃんのやり方といいますか。そう、まあ、学ぶ、学ぶよ、だ教えてもらえよ。いや、教えてもらったんですけどね。なんでとことん我流で行こうとすんの。なかなかね、うん、難しい。ああ、そうなんだ。やる気なかったんだろ。やる気はなかった。そうそこだよ、ゆっくりあのどうすればあの、うん、寝られるかっていうところ。朝早かったんでね。なるほどね。ちょっとでも寝たかったみたいな。わあ、クズバイトの極みやあ、でもちゃんとやってましたよ。あ、そう、ちゃんとやってないやん、今までの流れちゃんとやってた、ね、それでちゃんとやってたやつ。そうですかってなれちゃんとあの無遅刻無欠勤でね。あ、普通や最低限や、社会人として無遅刻無欠勤でやってましたよ。ああ、そうです、そうです、はい、というのはありましたけど、あとはですね、コールセンターですね。ああ、テレアポ、コールセンターはずっとやっておりましたけどね。ああ、そうなんや、テレアポ給料いいもんね。いいね、はい、この話しましたっけ、ね、テレアポの話。ちょっとしたかもしれないですね。あの、とある消費者金融で、あの僕はテラポしてた。それ初めて。ああ、そうですか。あの消費者金融、あのいわゆるグレーゾーン の, あの法律ができる前ですから、ものすごい金利が高い、まあ言うたらぼったくり、ぼったくりがね、ぼったくりの企業。まあでもどこを見ても大体その金利でやってたんで、そのいわゆるテレビ CM やってる赤羽さんとかアイフルさんとか、アイフルって言うたら100%アイフル言うたら、ほぼ言った、ほぼ言った。もうそういう軒並み同じような利率でやってたんで、まあどこを取っても同じやり方をやってたんですけど、まあそのやり方をちょっと教わりまして、まあ審査のやり方とか、あれバイトがやってるんですね、実は。うん、フリーダイヤルと、ACM っていう、あれ自動情報開示センター。そうです、そうです、そうです。うん、AIC ちゃうの。ACM っていう、 ACM っていうの、いや、なんていうんですか、自動カード制作機みたいな、無人君みたいな、無人君的なやつ、うん、はいはい、無人でやるやつ、無人君的なやつの中に入ってた、中に入ってた、中には入ってない、全然友人君ですけど中には入ってないそういうセンターがありまして、そこと通信がもうつながっとるわけです。武田無人君ね、武田という名前が分かってない、武田君誰が来るんだ、武田君お金ララララ
が欲しいですっていうね、っていうボックスを開いておりましてね、開いて文字系そう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 、そういうのもやっておりました、ね、面白い、それは面白かったですね。あ、そうなんや。なあ、まあっていうか、その会社にバイトをしに行っていたわけではなくて、いや、そういうだって外注やろ。そう、外注の会社に行ってたんですよ。そらそうやろ。で、その結果そこに連れてかれたと。はい。で、その配属先がそこだったというだけなんですよ。まあ、それ2年ぐらいやりまして、うん、まあ、ちょっと評価を得たと。私知らないですけど。武田君。私、すごく滑らかな話しぶりと、すごく優しい声という評判を得ました。ああ、そうですか。怒っているお客さんでも、ものすごく和やかになって電話を切ってくれるという、そうですか、ある一定の評価を得まして、はい、ちょっとトイレ掃除では全く光らなかった武田の能力が、やっぱこのまさかテレアポで、そうなんですよ、うん、それでちょっと時給が上がりまして、あ、素晴らしい。で、その何ですか、消費者金融の会社から外れまして、うん、ちょっとワンランク上の、うん、なんかそういったそのシステム会社の中枢のところに職場も変わりまして、そういったところでですね、そこにはですね、ワンフロアものすごい、まあ100人ぐらいこうみんな電話を取ってるんですけど、ある一箇所はこの会社、ある一箇所はこの会社のコールセンターって、もう全部分かれてるわけですよ、そのフロアの中で。例えば有名なところで言うと、まあ、ネスレさんのコールセンターすごく有名なんですよ。ネスレさんは切らない、電話をどれだけ長く話すかっていうのをテーマに置いてる、うん、珍しい会社なんですよ。それめっちゃ昔に聞きました。私言いました。まあまあ、それなどれだけ長く話せるかっていうのをテーマにしてるところがあって、まあそこは面白いんですよ。まあ、何に話してもとにかくトークを長くしようとするんで、何を話しても長くしてくれます。ネスレ、暇な時はネスレ。暇な時は、まあ、何でも食いついてくれるね。ちょっとは絡めた方がいいですよ。そこのコーヒー飲んだんですけど、何が合いますかとか、何のクッキーが合いますかとか、なんか答えてくれます。何でもええねん。何でもいいです。お話し上手。当時のネスレさんはそうでした。今は分かんないですけど。ネスレってあれはスイスの会社やったっけ？まあ外資ですね。外資やね。外資は外資ですけどね。ネスレ日本やもんな。こっちネスレジャパンやもんな。そうそう。そんなバイトはしましたね。いやでも本当に面白いんですよ。なんかいろんな会社で僕はここで受けてるんですけど、後ろから聞こえてくるのは、はい、奈良市役所ですって言ってるんですよ。全然奈良じゃないんですけど。あ、そう。市役所の窓口がこんなとこにあったりする。あ、そう。恐ろしいね。そうなんです。面白いの。面白いね。いやというバイトはしておりましたけどね、はい、皆さんはどんなバイトをしたことあるんでしょうか。そうです ねそんな話、面白いバイトとかね、そう、絶対日本でこれは俺だけやみたいなバイトあったら聞きたいね。聞きたい ね、 そうだね。日本で一人はないやろうけど、うん、まだ未だに同じ職業の人に出会ったことがないとかさ、聞いてる人でさ、うん、そうですね、うん、まあ、この間テレビでやってた話をしてまだ引っ張るのもういい時間だけど、まだ引っ張るの、うん、この間テレビでやってた話はですね、あのやめよう、あ、やめましょう。もういい時間なんだよ、これ編集できなくなっちゃう。いい時間でございます、うん、ダメです。また今度ね、また今度。はい、じゃあツイキャスの方で、スポーンポーンちょこっとスペイン居酒屋メソンデ K、 マスターこだわりの安くて美味しいワインセレクション、お野菜中心の日替わり手作りタパス、パスタやピザにハンバーグ、毎日変わるスペシャルメニューも盛りだくさん。月曜日から土曜日午後6時から翌朝2時まで営業中。 JR 天満駅から徒歩5分、天郷中崎通り商店街に入ったら電話してください。06-6940-7488、 メソンデ K まで待ってるからな。すすぽんラジオ。はい、というわけで、はい、今週はもうお別れの時間でございます、はい、武田さんが長々と、あ、僕のせい、おしゃべりでネスレがどうだ、無人君がどうだと話すので、今日も長々と収録時間が伸びてしまいましたけれども、散々愚痴言ってたじゃないですか。バイトに対する、それはだから、
あの誰も話したがらないから僕は仕方がなしにネタを提供したわけじゃないですか。あ、そうですか。最初にこう僕もねっつって、僕バイトがねって言って、昔やってたバイトがねって最初に来られたら僕はもうスッとスッと引いてましたよ。あ、そうです、そうですよ。ものは言いようでございます。はい、というわけで、はい、今週はこの辺でお別れでございます。スッポンラジオではメール、お便り、うん、メール、うん、お便りお待ちしております。はい、はい、そのメールアドレスです。すっぽんアンダーバーレイディオアットマークヤフー .co.jp suppon アンダーバー radio アットマークヤフー .co.jp です。はい、どしどし、メールください。はい、次の収録が、はい、来週でございます。はい、今回一本撮りということで、うん、来週はですね、20日水曜日から、21日木曜日にかけての深夜すっぽんラジオということになります。ちょっと時間後ですね。お、そうですね、水曜日の夜ですからね。うんうんうん、はい、はい、というわけで、うん、また聞いていただければと思います。はい、少女探偵彩香頑張っておりますので、はい、皆さんぜひ来てください。よろしくお願いします。チケットが余っております。というわけでこの辺でお別れです。お相手は橘祐介とエディ武田とワッカでした。また来週。